イジュノは、韓国のアイドルグループ午後二時のメンバー。JYP エンターテインメント所属。日本でのメンバーカラーは、イエロー。イジュノ大学校放送芸能学部に入学。2015年、20歳で映画初主演を果たす。2017年、キム課長とソリジのソユル役が評価され、2017年 KBS 演技大賞で、中編ドラマ優秀演技賞を受賞。また、 同作品で、南ミ民とベストカップル賞も受賞。2019年5月30日、兵役のため芸能活動を休止し、入隊。2021年3月20日に除隊。2020年3月、新型コロナウイルス拡散防止のため、約300万円を寄付。ありがとうございます。